富士山の日の2月23日、富士の国美しく品格のある村づくりフォーラムを静岡市清水区で建設中の新東名高速道路清水パーキングエリアプラットパークで開催しました。式典には川勝県知事をはじめ県内で地域づくりに取り組むおよそ340名が出席し、斉藤松崎町長が国内外からも憧れとなるような自立した村づくりを進めるため県内35市町が共に行動していきますと、富士の国美しく品格のある村づくり連合の設立を宣言しました。会場では清水パーキングエリア周辺のさまざまな団体の協力を得て軽トラ市を開催し、地元農産物の展示や獅子鍋も振る舞われました。続いて会場を富士宮市のクレイドルしばらくに移して、富士の国美しく品格のある村づくりパネルディスカッションを開催しました。パネルディスカッションには富士宮市在住で富士の国静岡特使を務める女優の工藤優希さんも参加し、住んでよし訪れてよしの魅力ある農村漁村づくりについて活発な討論が繰り広げられました。静岡県では今後も自分たちの地域に誇りを持ち、自立して美しい農村景観を維持していく取り組みを応援していきます。